鈴木新京から1892年は、幕末から明治初期の僧、社会事業家。孤児や貧しい子供たちの養育などで知られ、育てた子供の数は200人とも言われる。1843年、出羽国村山群生まれ。7歳で出家して、道の区国足立群の総王子で、修行、13歳からは、京都の地釈院で修行、その後は、 足立チ軍の東福寺、ついで行き王子の住職となり、1868年からは、朝香軍郡山町の女宝寺の住職となる。当時の郡山地域は、母親戦争などで荒れ果てており、生まれたばかりの子供を育てられない家庭も多かったため、そうした子供たちを引き取り、寺にて慈悲で育てて教育したり、門前島という織物を教えたという。生涯で育てた子供の数は、 約200人と言われる。また、森高社の設立に協力した上、自ら教弁を取り、新田開墾に協力するなど、浅香開拓にも貢献した。若くして、浅香疎水の必要性を解き、そのために全財産を投げ売った小林久高は、晩年、心境が世話をしていたと伝えられる。1892年10月に日没。墓は、市内の助宝寺にあり、 福島県指定史跡に指定されている。ありがとうございます。